御徒町のリッチダイヤモンドのオフィス。月に数回、大勢の外国人が集まってきます。在庫の中から真剣に宝飾品を選び始めました。そしておもむろにスマホをセット。すると SNS のライブ配信機能を使って商品を紹介していきます。彼女たちはインフルエンサー。それぞれのフォロワーに個人的に売り始めたのです。仕組みはこうです。まず彼女たちが売れそうと思う商品を選び、自由に値付けしてライブでその商品を紹介します。売約が取れたものだけをアヌプさんから卸値で買い取るというもの。差額が彼女たちの利益になります。中でも凄腕なのがこちらのフィリピン人インフルエンサー。Location, we are in Japan right now, mga madam. We are in Japan, Tokyo, Japan. フィリピンで大人気だという金のブレスレット。7本を選んでいました。K18 Japan Yellow Gold, 3.80 grams. Okay? 売り値は日本円でおよそ13万円です。見ているフォロワーがこの売り値を入力すれば、それが買うというメッセージ。わずか1分ほどで7本すべて。It's like it's different from other gold in other country. The Filipinos love Japan gold. It's like we're treating Japan gold as one of the best gold. こちらは香港のインフルエンサー3人組。目をつけたのは甲府で磨き上げたあのブレスレットです。We want to buy some more for myself. but it's hard because they have only one piece every time. So should be let my customer buy it. 早速発信します。売り値は日本円で44万円ほど。